バーチャル YouTuber のゴリラです。あらほらさっさーぼやっきーです。わーあーまあ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 、ぼやっきーさん、はいはい、先日のデュエットありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。すみません、本当にね、ありがとうございました。いえいえ、視聴者様にもね、いろいろな反応をいただきまして、うん、コメントで、はいはい、ぼやっきーとゴリラさんイケボだなんていうコメントがありましてすいません、ありがとうございます。ありがたいところなんですが、え、なんですか？ところなんですがですよ、はい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 、最近ね、うん、バーチャル YouTuber 界では、うん、イケボの男性 VTuber も増えてきたじゃないですか。あ、そうですね、たくさんね。となってくると、ただのイケボってだけだと我々埋もれてしまうと思うんですよ。それは困りますよ。私うん、もっと人気になりたいんです。うんうんうん、そうですよね。はいはい。なので、うん、今日はイケボだけじゃなくて、ほうほう、もっといろんなバリエーションの声が出せるようになるために、はい、ぼやっきーさんと一緒にやりたい企画があるんですよね。え、何ですか？ズバリボイスチェンジャーを使った声でもSiriを反応させられるかどうか勝負しましょう。おお、ボイスチェンジャーでこれSiriに話しかけるっていうことですか？そうなんですよ、はいはい、まずSiriってご存知ですか？Siriってあれですよね、なんかスマートフォンのなんか案内人みたいな方ですよね。はい、Hey Siriって話しかけると答えてくれるんですが、うん、はいはい、それが自分の声にしか反応しないんですよ。はい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 。なので、はい、そこにボイスチェンジャーをかませて、うん、まあ例えば高い声にボイスチェンジャーでしたとして、高い声になったままだとSiriって反応しないと思うんですよ。まあしないんですよね。そっかそっか、自分の声の、まあ、音程みたいなものにそれにしか反応しないってことですからね、はい、そうなんです。そっかそっかそっか。それをなんとか頑張って元の声に戻すっていう。なるほど、はい、じゃあ例えば高い声だった場合は高い声になった分、はい、低い声をこう出そうと意識してっていうことですか？そうなんですよ。はい、そういうことです。もう飲み込みが早い。なるほどなるほど。ルールも説明できたところで、はい、早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、というわけでまずは、はいはい、ぼやっきーさんにSiriを普通に起動していただきたいと思います。あ、まずはね、普通の声で、はい、Hey Siriああ、来た来た来た。びっくりしちゃった。ちょっとじらすね、ちょっとね、このシリね。じらしましたね。ね、びっくりした、びっくりした。で、これでまず、じゃあ私から、ボイスチェンジャーを使って、はい、じゃあ高い声でね、そうですね、やってみるので、しましょう。じゃあその分、その、まあ、地声になるように、低い声を出そうとこう、努めれば、はい、いいわけですね。プラマイゼロにしてください。わかりました。頑張ります。はい、じゃあ高い声に変換します。はい、ああ、聞こえてる？あ、なにこれ？すごい！なんか美少女、ゴリラ炎上しちゃうんじゃないですか？やばいやばい、こんな風になっちゃった。ちょっと、大丈夫？私もちょっとお名前じゃない？これ大丈夫？やったやった、ね、やったな、カミナリアイです。 あらあら、すごい、それ怒られちゃいませんか？怒られるか。おやき大好きなの、私すごい、勝手にそんなこと言ってじゃあその高い声で、はいはい、高い声のままで、うん、Siriが反応しないかどうかもちょっと一応見ておきましょう。そうですね、一応ね。ヘイシリ。ああ、無反応ですね。ちゃんとしてますね、シリさん。やっぱ聞き分けるんですね。じゃあ、いよいよ本番。まあ、ここからですよ。それで、シリをちょっと起動してみようと思います。それではお願いします。ヘイシリ。ダメだ。あれ、あんまり変わってなくないですか。ヘイシリ。結構頑張ってるこれ。ヘイシリ、ヘイシリ、なんか声が出てません、声が。ヘイシリ、とんでもない声になってますけど。ヘイシリ、ヘイシリ、ダメだ、全然聞こえない。全然ダメですね。これね、ゴリラさん、これ結構難しいですよ、これ。なるほど。じゃあぼやっきーさん失敗ということで。残念ですね。まあ、でもなんか可愛い女の子になれたんでね、もうそれだけで私満足です。確かに収穫ありましたね。いいよいいよそれで、うん、はい、というわけで、はい、続きましては、はい、ゴリラが挑戦したいと思います。あ、ゴリラさんね、これ結構ね、はい、難しいですよ。いや、もう見た感じ分かりましたよ。めちゃくちゃ難しそうだなと、ね、はい、自分の中で声変えてると思ってもあんまり変わってないからお注意してください。はい、わかりました。はい、じゃあボイスチェンジャーをオンにしていただきましょうか。はい、おー、バーチャル YouTuber のゴリラです。
お、すごい変わってますね。なんか新鮮な感じがしますね。さすがに女性みたいにはならなかったですが。そうですね、ちょっとなんか宇宙人が入ってますよね。じゃあやりますか。これ地声にね、するんですよね。じゃあ行きますね。お願いします。ヘイシリ。ちょっとヘイシリ。ヘイシリ。あの、何の SF 映画ですかこれ。はいはいはい、いつものゴリラの声よりあんまり低くならないですね、ゴリラ。そうですね、もともとが、まあ、あの低めのね、声の方ですから。もともと結構限界値で喋ってたみたいです。なるほど、はい、もう全然反応してないですよ。ね、苦手分野ですね、ゴリラの。でもこちらもゴリラさん、ゴリラも失敗ですね。高い声、失敗ですね。はい、いや、難しいな。難しい。じゃあ今度は逆やりましょうか。はい、これまではね、はい、高い声をやってきましたけれども、はい、今度は低い声ですから。そうですね。ね、ボイチェンで声を低くして、それを元に戻すように高い声を出すっていうことですね。まあ高い声を自分で出していく分には、多分無限に高い声出していけると思うんで、こっちの方が可能性あるかなと思いますね。ちょっとじゃあ早速私、はい、やってみようと思います。はい、あ。もしもーし。これは低くなってます。今どうですか？なんか低くなってるっていうか、なんかめちゃくちゃバグってますね。バグってる？低くなってると思いますよ。あ、でも確かにまあ低くなってるっちゃ低くなってますね。じゃあこれでね、はい、シリをちょっと起動させてみようと思います。はい、高く作ります。はい、シリ。はい、シリ。反応しませんね。はい、シリ。あれ？ヘイシリ。ん？ヘイシリ。お？ヘイシリ。全然反応しませんね。ダメですね。そう、ダメですねっていう声めちゃくちゃやばいんですけど、なんとかなりませんか？本当ですか？なんかあの、もしかしてですけど、あのぼったくりバーとか経営されてます。私そんなことは経営してないですよ。もう一回最後に一回だけちょっとやってもらって。じゃあ最後のラストチャンス。はい。いきます。ヘイシリ。うまくいかねえな、これ。なんか怖っ、なんか口調が怖っ。なんだこれ、口調が、え、やっぱりぼったくりバー経営してますね、この人。ちゃんと起動しろよ。それでは、最後の挑戦ですね。最後ですよ、ゴリラさん。はい、スタッフさんたちもすがるような目でゴリラのことを見てますね。なんとか成功させてくれと。はい、成功したいですから、はいはい。もうハッピーエンドで終わりましょう。終わりましょう。バトルの様相は崩れてきましたが。よろしくお願いします。はい、お願いします。はーい、バチリチュバのゴリラです。おお、あれ、あの、ゴリラさん。はい。ゴリラさん、あの低い声でお願いしますね。え、低い声出してますよ。低い声にしてください。え、これ変わってます？はい、変わってるのこれ。え、なんか声の低さがカンストしてますか？まさか。え、変わってますよこれ。変わらないように聞こえるんですけどね。ってことはこのままやっても反応するんじゃないでしょうか、シリさん。あ、確かに。じゃあちょっと一回やってみます、ね、お願いします。ヘイシリ。おお来ました来ました。想定してない結果が得られたんですが、検証結果みたいな結果、ゴリラの低音はカンスト気味みたいな。そうですね、そういう結果が得られましたね。まあでも一応じゃあちょっと高くしたバージョンね。一応やってみますね、はい、やってみましょう。お願いします。ヘイシリ、ヘイシリ、ヘイシリ。逆に反応しなくなりましたけど、うん、やっぱりね、何なんですか、やっぱりボイスチェンジャー変わってないんですよあれ。ねえ、ヘイシリ。ほら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 、なんで、ほら、なんで、もう終わり、終わります。夏休みはバーチャルゴリラの動画が週に3つ上がるから見ておくれ。Yes we can, yes we can, yes we can。